土地家屋調査士受験生の皆さんこんにちはレック専任講師の木村です、えー、まずは本試験今年の本試験お疲れ様でしたいかがでしたでしょうかね、えー、私がこれを収録しているのはちょうど本試験から1ヶ月経った時です、ね、9月の22日、えー、シルバーウィークの真っ只中ということになりますが、えー、まだ基準点の発表等はありません え皆さん今どんな思いでね合格発表を待っているのかえすごく皆さんの気持ち分かりますまあいろんな方がいらっしゃると思いますもう自分は合格間違いなしだというふうにね思っている方もいらっしゃればえすごく不安なねもうどっちに転ぶか分からないねもうこういう方々がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、実際にあの報告に来てくれた受講生の方もうわどうだろうとりあえず択一の足切りはクリアしていそうだ。 ね、書式はだいたい五割、六割、ね、どうかなっていう方がね、もうたくさんいらっしゃいます。で、まあ、そういった方々が、今何をすべきか。ね、要は十一月の合格発表まで、まあ、何もしないで過ごすか。ね、これははっきり言って、うまくないですよね。まあ、そういったことをね、えー、まあ、ちょっとお話ししようと思うんですけれども。まあ、実際に試験が終わって、まあ、翌日。 ね、もういつから勉強始めたらいいですかというふうにまあ聞いてくる熱心な勉強熱心な受講生の方もいらっしゃいます。ね、もうすぐにでも始めた方がいいよとはまあ言いませんね。そこまで厳しいことは言いません。ただご自身がどのぐらいできたのかによってねこれは変わってくると思います。例えばもう卓逸も10問いかなかった、ね。もうこれはすぐに学習始めないとダメですね。 じゃあとりあえず卓一足切りクリアした、ね。でも時間がすごくかかっちゃった。ね、時間がかかったけれども解けた。ね、でも例えば卓一に50分かけていたらおそらく書式の方は時間が足りなくなってくるのではないかなと思います。まあ、今年の本試験全体を見てやはり時間足りなかったという声がね一番多かったそんな風にあの感じています。 まず択一で割と時間がかかってしまい、そして次大体建物に行きますよね。で、建物でまあ悩ましい。問題が出てきて、そこでやはり時間がかかっちゃった。建物に関してはまあ、1時間超えちゃったっていう人がもうたくさんいます、ね、そうすると蓋を開けてみたら土地30分しか残ってませんでした、ね。まあ、そういった方がたくさんいらっしゃるので、まあ、時間というのが一つのキーワードだったかなと思います。 で択一に関しては、まあ、やはり足切りクリアできる、ねまあ、足切りギリギリだとやはり厳しいんですけれどもその大体まあ16問17問、ね、このあたり取れていればきちんとした知識はついているというふうに思います。ね、学習方法はまあ理論に関してては間違っいいないと思います。ただ時間がかかるということは結局後にしわ寄せがいくわけですよね。 まあ時間も含めて、きちんと対策を取らないといけないのが、土地家屋調査士試験のまあ最大の特徴です。で、まあ、このご案内というのはまあレックの中、上級のまあメインとなる講座ですね。スーパー特訓講座のご案内ということになります。で、まあ、私は卓一の方を担当させていただきます。で、まあどのように講義をしていこうか？ まあ非常にね悩んでいるんですけれども、まあ、すぐにでも収録を始めないともう間に合わない状態で、まあね、もうどういった講義をしたら皆さんに一番伝わるかな皆さんが、えー、きちんとね実力をつけていけるかなというのはもう本当にあの考えます。でまずはやっぱり「時間」というのが今年も一つのキーワードになったということで「まあ、時間」はとにかく測っていきます。で今年は全ての、ね、過去問全てのまあ時間を私測り直しました。 その時間できっちりと解けるかというのをまず一つ講義の中で実際にやっていきますいいですかね。もう今回だから時間が足りなかったというふうに感じている方たくさんいらっしゃると思いますのでまずは時間そしてきちんとした知識がついているのかこれを一つ一つ確認していきたいと思います何を言ってるのかというと過去問やりました ね、過去問やりましたでも中身の理解できていませんじゃあこれやったうちに入らない、ね、これは過去問を暗記するのではなく中身ををききっっちりとと理解すする、ね、もうままずここに重点を置いいいいててやた思要はもうどうしようもない暗記するしかどうしようもないっていう部分は多い多くはないですねもう少ないんですけれどもその暗記ものの部分に関してはまあほぼほぼ講義ではまあ やっといてくださいねっていう言い方をねするかもしれないですまあどこが重要かというとまあ中身を理解していないと答えられないようなところもうここ中心にしっかりとやっていきたいと思いますでこのテキストの中にはまあもちろんねあのタイムが入っているのはもちろんのことわかりやすいようにまとめた表それから図まあこういったものも テキストののの中に散りばめられてていいますのでそうっったものも使わかりやすく講義をしますあとはもう実際に問題を解く際にもうこの問題はもう絶対文章を読んでいるだけだとわからなくなっちゃうから自分で必ずメモを取ってねっていうのはもうその場で書いてもらいます。 特に、まあ、今回時間がかかったという人は、まあ、やはりそういう、ね、メモなんかを活用していくことによってもうすごく時短になってくると思うのでそれも講義の中でお伝えできればというふうに思っています。はいまあ、まだね合格発表はありませんけれども、まあ、実際に皆さんがもう学習を始めてしまって、ね、損はないのかというところも、ね、お話ししておきたいんですがレックでは、えー「合格者」 のののための全額返還制度というのがあります。はい、ちょっと画面をね見ていただきたいんですが、はい、こちら中上級の方向けのパンフレットの一番後ろのページに合格者受講料返還制度というのがあります。ということはどういういことか要はもう学習始めちゃっていいんです。 中上級のコースを申し込んでいただいて学習始めててしまっていいんです、ね、そして11月の合格発表があり、ね、合格ししてました、ね、そういった方はもう100%、ねまあ、手数料と、ねあのー、含まれないものもありますけれども受講料に関しては100%返還できますので皆さんに損はありません。 ね、まあこういったねいい制度があるんですから是非利用していただきたいと思いますそして学習始めて損はないというのは皆さん合格していたら講述試験は必ず受けるわけですからねまあそういった糧にもなりますので是非ご検討いただければと思いますはいではこれで短い時間でしたけれども、えー、ご案内の方は終了いたします失礼します